やってまいりましたヒーローチャンネルの妻と申します今回のチャンネルは医療ですはい今回のチャンネルは医療についてお話しいたします今回は消化器系疾患についてご説明したいと思います消化器系疾患の中で単導疾患というのもあるんですけどその単導疾患を3つに分けると 炭脳炎、炭肝炎、炭石症ってあるんですけども、今回はその炭石症についてご,ご説明したいと思います。それでは行ってみましょう。はい。まず概念。概念なんですけど、炭脳内、相炭肝、肝内、炭肝に胆重成分の一部が 積出し胆石を形成また胆のうがん患者では胆石症を合併することが多いとなっております。はい続きまして疫学ですね。はい疫学は中年の肥満型の女性に多いということになっております。 ここで登場するのが 3F。はい。3F をご説明したいと思います。3F とは、Fatty, Forty, Female。はい。この3つとなっております。まず1つ目、Fatty なんですけど、Fatty は太め。で、Forty は40代。で、Female が女性という意味で、 はい。その名の通り、中年の肥満型の女性に多いということになっております。はい。胆石症は中年の肥満型の女性に多いみたいです。はい。続きまして、分類。胆石成分の違いにより、コレステロール血石とビルビンカリシウム血石に大きく分かれます。はい。 で一つ目、コレステロール血石なんですけど、まあ、特徴としては、日本人の胆石症の約90%を占める。胆の内に形成されることが多い。X 線透過石。胆石溶解薬で治療可能となっております。で、もう片方のビリー・ ビリルビンカリシウム結石。こちらの特徴としては、胆管内に形成されやすい、胆動感染を伴うことが多い、X 線非透過石。まあ、一部 X 線で V を確認できます。なぜならカリシウムが含まれているから。 続きまして、症状に行っていきたいと思います。症状は、えっ、ー、と、三つありますね。一つ目が、疼痛。二つ目が、発熱。三つ目が、黄断となっております。一つ目の、疼痛は、死亡食を摂取した際に生じやすい。で、三つ目の、黄断は、胆石症の、三種症。 となっておりますまた胆石があっても半数以上は無症状である。です。続きまして検査。はい。胆動系酵素である ALP、LAP、ガンマ GTP および総ビリルビンチが上昇。特に 胆石が相単管に肝臓すると上昇しやすいとなっております。で、最後に治療なんですけど、胆石症の治療薬。一つ目が、胆石溶解薬。ウルソデオキシコール酸、毛のデオキシコール酸。 二つ目、鎮型、排滩薬、フロプロピオン。で、三つ目の鎮痛薬、プチルスコパラミン、インドメタシン、ペンタドシンとなっております。はい。今回は、炭石症についてご説明いたしました。キーワードは 3F。 40フィメールですはい。こちらがキーワードとなっております。それではまたお会いしましょう。バイ。